しばらく寝とけっての。名前か。よしよし。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。
ばらく寝とけっての。天沢、ええ、うん、それって…ですが…なるほど。八神さん、それって…察するに…
ん？はい。なんだって？バカな。八神さん。八神さん、ありがとうございます。はい。どの曲にしましょう。衣装へ振り付けはどうしますか。どの曲にしましょう。さあ、行こうか。
ヤガミさん。ん？おい。なあ。なあ。いや。ねえ。何？糸倉。やるじゃん。糸倉さん。八神さん。
八神さん。はい。わかった。ああ。ええ。
みんな。うん。どの曲にしましょう。衣装を選んで振り付けはどうしますか。しましょう。行こうか。
永見さん。ああ、さやか。うん、みんな。あ、おう、八神さん。ねえ、どの曲にしようかな。衣装はと振り付けはどうするかな。お客はかぼちゃ、お客はかぼちゃ。
ダンスを全力で楽しむ。頑張ろう。明るく元気に楽しく、せーの、ポップステップラバズ。およし。絶好調だ。八神さん、見ててくれましたか？八神だ。なるほど。
八神さん。まあね。天沢。実は。なんだって？なあ。あのさ、あ、天沢。糸倉。ああ。
しばらく寝とけっての。
まあ、やっちまった。よし、やるか。よし、やるか。
よし。
っちまった。いらっしゃいませ。ありがとうございます。名前か。しばらく寝とけっての。あの、ありがとうございました。八神です。
なるほど。それって。
し、ゲームスタートだ。そんなもんかい。
今だ。ついてるな。いい目出るよ。やったぜ。ここだ。分かれ道か。ここからだ。よし。いい目出るよ。やったぜ。さあ来い。どうだ。ここだ。どっちかだ。
決めてろよ。やったぜ。今だ。よし。ウリャよし来た。汗かいちまったぜ。さあ来い。よし、いいね。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございます。
だぜ、時間食っちゃったよ。地の方向だ。ビンゴ。ここからだ。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。どう、うまく狙えましたか。移動で動きます。狙ってください。次はどこを狙い、移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。また遊んでくださいね。
まったく。やめとけよ。おい、なるほど。名前か。
ところで、はい。よしよし。こっちだな。
ふう。え？なるほど。お願いね。頼むぞ。任せたぞ。頼むぞ。任せたぞ。こっちだな。任せたぞ。なあ、
まったく。なあ、つまり。ええ、まったく。あの、お願いします。よしよし。マジかよ。
いや、それって名前か。
感谢你。いい加減にしろよ。名前か。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。なんだこれ、何やってんの。ああ、おかえり。八神さんもなんか飲む？ほらよ、くつろいでんね。まったく何の遠慮もなく。もしかして俺のこと言ってる？桑名はお前に用があって来てるんだぜ。まあ酒も将棋も嫌でやってるわけじゃねえがよ。カイトはどっちも強えな。歯応えがある。俺に用事って何？聞いたぜ八神さん、あんた三越場広って例の大学生殺しを調べてんだって。ハンピンリューマに襲われたのもそのせいだったんだろ。俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん、そいつはいただけないな。手が止まってるよ。早く勝負終わらせて会員になって。地元に詳しい味方が必要だろ。俺なら偉人町の裏の裏まで案内できる。でもお高いんでしょ。初回は安くしといてもいい。よそのご同業に手柄独り占めされんのだけはごめんなんだよ。あんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらう。つくもと杉浦がいいんなら別に、ここは俺んちじゃないし。僕はウェルカムですぞ。たまには賑やかなのもいいですな。僕も全然。居心地いいなこの事務所は。あ、八神氏、ネットの掲示板で江原のことが取り上げられてますぞ。自殺した息子さんのためにいじめっ子を殺してたんじゃないかと。マジか、もうそこまで。見てくだされ、どうぞこちらへ。教育実習生は過去にいじめ自殺を引き起こした。サイコパス三越場、江原は痴漢の皮をかぶった正義、いろいろありますな。これって結構騒ぎになってる？今まさに誰かがこの話題に火をつけようとしてるといったところでしょうか。その誰かってもしかして三越場を殺したやつら？そう判断するのはまだ早いかもしれませんがね。そっか。ただ気になる書き込みもあります。江原が裁判中三越場の死体発見を言い当てたと。その件はこれまでゴシップ誌ですら取り上げてなかったのに。そうだったんだ。マスコミもお茶の間も痴漢で捕まったハレンチ警官を叩けるだけ叩けた。
それでもニュースとして旬が終わったんでしょう。後の裁判でどんなやり取りがあろうと気に留められません。だからそういう話に俺も混ぜてくれって。三越葉を殺したのは複数犯なのか、そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。もう2ヶ月前の話だ。今この町にいるとは限らないし、今日も偉人町は平和だったろ。外からだ。ハンピン・リューマン、また白面だ。行くぞターボ。お先に。やるね。何度も逃がすか。安心しな。命まで取れとは言われてね。じゃあなんで仮面取っちゃうんだよ。この先お前が偉人町に来ることは二度とないからだ。俺はテッソ、ハンピン・リューマンじゃ幹部候補ってことになってる。この間はうちのもんが世話になったらしいな。俺を背中から不意打ちしてきたあいつらのこと。あん時下手に抵抗しなきゃちょっと痛い思いするだけで済んだのによ。あんたらへの依頼は誰からだ。組織の上が受けてきた仕事なんでね。俺らは雇い主が誰かなんざ聞きもしないし興味もねえ。ただ腕の立つ探偵を痛めつけるってのは楽しめそうだ。お前ら手出すな。まずは噂通りか、俺が味見してやる。楽しもうぜ。やがれ。
なんか。出さないんじゃなかった。やめろって。おらよ。ああ遅かったんじゃないの、海藤さん。ああすまねえ、こいつら結構手ごわくてな。おい、いいから逃げるぞ。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。でもさ、つくもんとこの窓は誰に弁償させんだ。え？いや、分かった、俺が払うから早く逃げるぞ。なら OK。 おい、you
道は開けたぞ。今行く。
らでも来な。道は開けたぞ。今行く。
もう帰っていいのかな。八神。ああ、名前なんだっけ。テッソ。噂以上じゃねえか。この人数相手に大したもんだ。褒めてやる。どうも。褒められついでにさ、あんたらの雇い主のこと教えてくんない。言ったろ、あいにくそんなもんには興味がない。じゃあせめて次また同じ依頼が来たら断ってくれよ。お前がこの町を出ていけば済むことか。同じ依頼が来たらそん時は当然引き受ける。でも今日はもう行っていい。おい、うまいことやったな。あのテッソってのは若い連中に人望があるんだ。あんた、あいつに一目置かれたぞ。じゃあもう、安品入門は安全。まあそうとは言い切れねえか。他にも若いリーダーはいるし。いや、でもいきなり背中から襲ってくるようなことはもうないんじゃねえか。それだけでもよしとしようや。おう、ほんの少しだろうが前には進んだ。つくもんとこに戻ろうか。あいつの事務所にはとんだとばっちりだったな。前か。いい加減にしろや。行くぜ。いらっしゃいませ。いただきます。
ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。行くぞ。ったく、時間食っちゃったよ。ですか。なんだ、何があった。気を失ってるぞこいつ。マスクの男たちが押し入ってきたんです。マスクの男たち、ハンピン・リューマンとは別のやつってことか。よく分かりませんでした。杉浦氏は何かバットのようなもので殴られて、僕は小指を折られた。おい大丈夫か。今救急車を呼ぶ。奴らから矢上氏に渡すように言われました。最後の警告だ、もう嗅ぎ回るなと。ずっと見られてたのか。くそ、狙うなら俺を狙えよ。多分さっきのハンピン・リューマンたちはおとりだ。俺らをこの事務所から引き離すためのな。まんまと引っかかっちまって。このビルの出入りをチェックしてる防犯カメラだ。見てみな、俺とカイドウが映る。さっきハンピン・リューマンを追いかけてく時だ。問題はその後。七人いる。白面の仮面とは違うな。ハンピン・リューマンじゃない。ああ、こいつらは白面をおとりにして俺らをおびき出した。ってことはこれがハンピン・リューマンの匿名の雇い主だよ。巫女柴博を殺したのもこいつらのはずだ。そして江原の一味。マジか。ただこんなにたくさんの人間が殺しに関われるもんか。ん？どういう意味だ。仲間が多ければその分秘密も漏れやすくなる。一人裏切れば芋づる式で警察に捕まんだ。よほど信頼関係がなきゃみんなで人殺しなんてできないよ。こいつらはどういうつながりを持ってんだ。江原の同僚警官ってことは、息子を亡くした江原に同情して手を貸してるとか。俺ならやらないね。同情は済んだろうが、自分の人生棒に振ってまで殺しの共犯者にはなれねえよ。まあそっか。だったら食わなよ。偉人町にこういう組織の心当たりは。うん、そんなにうまいのその電子タバコ。危険なやつらってことでまず思い浮かぶのはハンピン・リューマンだ。だが
それと別口となるとな。この辺には清流会ってヤクザもいるが、連中はもっと理性的だしよ。もう一つ、コミジュルって韓国系の組織ならこんな映像残しはしない。奴らは異様にシャイだからな。パッとしねえな。便利屋が肝心な時にどうした。じゃあお前、カムロ町で事件起きたら全部一目で犯人わかんのかよ。この映像がやっとつかめた連中の尻尾だ。つくもと杉浦の借りも返さねえと。絶対に見つけ出してやる。こいつらを見つけ出す。おい、何言ってんだ。ん？いいか、やつらお前さんたちも潰す気だったんだ。さっきハンピン・リューマンから脱出できたのは奇跡みてえなもんだぞ。これ以上首突っ込んだら怪我じゃ済まねえ。カモロ町で事件の時は大体そうだ。異人町ってのはそんなに治安がいいのかよ。じゃあ別の言い方にする。この町じゃ命張れるほど便利屋の相場は高くない。もともとあんたに仕事頼んだ覚えはないよ。ああ、少なくとも今は頼まれてもごめんだ。状況が見えなさすぎる。お前らもマジでやめとけ。しばらく酒の誘いも結構だ、カイト。邪魔したな。つくも君と杉浦君にはお見舞い申し上げておいてくれ。猿者のおわずだ。
俺らにしたって今日んとこはもう動きようがねえか。つくも来たな。でかしたぞ。よし、偉いぞ。でかしたぞ。よしよし、偉いぞ。
名前か。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、待てよ。だが。まあな。
わかった。
なるほど。おう。
なあ。Thank you.
よし。わかった。
ちょっと。なあ、なあ、
うん？